七沢聖介は、日本の政治家、実業家、元長野県長野市長、旧姓は井口、長野県さらしな郡、原村生まれ、旧姓長野中学を経て、東京物理学校卒業後、北作郡市が小学校教諭となった後に、長野の七沢家の養子となり、老舗の冬月堂を経営の傍ら、長野市会議員を3期務めた。大正11年に、 信濃電気の支配人となる。須坂の聖使王と呼ばれた、古市樹三郎の治遇を得て、同13年に、新越窒素肥料の設立に参画し、取締役に就任した。昭和9年幹線の長野市長に推挙されたが、わずか2ヶ月で辞職した。同15年長野信用金庫の理事となり、同29年理事長、同35年会長、同40年顧問となる。他方、 長野地裁調停委員、長野県商工会議職門、長野県信用金庫協会長、長野運送社長などを歴任し、昭和35年長野市名誉市民に選出、同42年15位、君四等随法省を受訓した、女優の松井スマコのおじにあたる、AB、日本の歴代市長、P241、ありがとうございます。